信長は浅井長政の鋭い追撃をかわした。だが長政は必要に天下を狙わんとした。六条合戦で敗れた三好家の残党雑賀衆、甲斐の武田信玄らと同盟し、信長包囲網を敷く。信長は再び追い詰められた。だが彼は怨んでいた。まるで長政の反乱をめでるがごとく。そして信長の非情な反抗が始まった。それは味方すら目を背けたくなる苛烈なものだった。織田の将、野田福島の戦い。浅井長政の主導にて京の西野田福島で小将将ら旧勢力の残党が蜂起いたしました。紀州の鉄砲傭兵集団雑賀衆率いる雑賀孫一もこの蜂起に加わっている模様。油断はできませぬ。また東方では甲斐の武田信玄も動き出しており、完全な織田包囲網が形成されつつあります。長政殿が我らに適したのはきっと何かの気の迷い。この光秀にお任せください。きっと長政殿を説得。ならぬ。気の迷いなどと長政の意志を汚すな。背いた以上長政は背け切らねばならぬ。天下不武、信長は天下に武を敷くと宣じた。背く者には徹底制圧あるのみ。命令は一つだ。すべて絶やせ。長政殿、もはや戻れぬ道なのでしょうか。孫一、まさかこんな日が来るとはな。お一様、おいたわしや。
三人衆、小少将、最下士、信長にそのけど超えられぬなら、たやせ。信忠、うぬに総大将の任、委ねる。織田軍、非常な魔王の軍団、逃げろ。無価値、逃げる敵残らず撃て。かしたもの、背いたもの、共に滅す。開門。福島城の守りは堅いの。ならば、火を放ち、炙り出す。貴様の思い通りにはさせんぞ、信長。わしがいる限り、城に火はつけさせん。Oh!
く、無念じゃ。
向くと悪いやつよ。撤退する。戦え、働け、貢げ、死ぬまでだ。愛する人のためなら戦えます。いいぞ、いいぞ。存分に乱れよ、オナン。敵将、処分いたしました。一、待っていろ。そなたはそれがしが必ず取り戻す。最後まで立派に戦った。我らはこの戦に持参したのだ。うわぁ、おのれ父の仇。誰も笑えんのんじゃ。一体何のための戦じゃ。信長を超えようとした。だが超えられず悲劇に終わった。あなたは許されたのに、長政殿はなぜ。全て承知で、あの男を支えてきたのだろう。承知ならば、なぜお市様は泣かねばならぬのです。すべて承知でも涙がこぼれる。